5世紀初頭、越藩と周辺諸国ユダーソベン=越藩、ローラモアジュアン、ジュアンカゲネーット=ジューゼン、キダーイツ=キダーラーサ、シュシティ、スーテイツ=西域諸国越発は5世紀に中央アジアに存在したトゥルク系遊牧国家。北、郷土の子孫で、後にエフタルになったとされる。越藩の祖先は北郷土前羽の部落である。永元3年、後漢の赤将軍の刀剣に放逐された北前羽は、金穂の山を渡り、皇居に生踪した。その他、体が弱くて、遠くに移住できない者は、木地の北に住んだ。やがて皇居に逃れた北前羽一行の子孫は、越発国を建てる。領土は、数千里、人口は20数万人。領州人は、北魏時代になっても越藩王を、前羽王と呼び続けたという。泰常8年頃、従前と吉見を結ぶため、越藩王は、数千人を率いて、従前に入り、従前河岸の大段に越見しようとした。しかし、その国境百余里に入ったところで、その武人の洗濯されていない衣服、結われていない髪、手を洗わないところ、婦人が舌で食器を舐めているところなどを見て、越藩王はその重臣に、汝の仲間は我にこの犬国の中に入れと申すのか。と言い、はせ返った。大段は気を遣わして、これを追ったが追いつけなかった。これによりお互いは、旧敵となり、何度か正当し合った。太平魔訓9年6月、越発国は北魏に剣士を送って朝婚した。越藩国はこの年に2回北魏に剣士を送って、長考し、北魏軍と東西から従前を攻撃することを求めた。大武帝はその意に喜び、8月、内外の諸軍に戒厳令を敷かせ、淮南王の卓抜田を前方とし、従前を強襲させた。大武帝は詔を下して、その古部の節を画布に置いて施した。これ以後、越発国は毎回北魏に貢献するようになる。この後の越藩国の行方は不明だが、エフタルになったとする説がある。越藩国の風俗、言語は、公社と同じで、そこの人々は、個人の中でも清潔である。髪を眉のところで切り揃え、醍醐を塗って、光沢を出し、1日に3回洗い、叱る後に飲食する。烏蘇の西北にあって、大を去ること1万930里。越藩国の南海には火山があり、山の傍らの石は溶していて、数十里も流れて凝固している。人々はこれを取って薬としている。越藩国は北魏に剣士を送って朝婚した際、幻人というものを一緒に送った。その幻人は、人の喉脈を裂いて立たせることができると称し、人の頭を打って骨を陥没させ、皆あるいは数升、あるいは8の血を出し、そこへある薬草を口の中に入れ、噛んで飲ませると、たちまち血が止まり、傷口は1月で元に戻り、傷痕がなくなるという。大武帝はそのことを疑い、死刑囚を連れてきて、これを試すべく実験した。この薬草が中国の諸名山ならどこにでも生えているというので、大武帝は中国人にその術を伝授させて、これを交遇した。また、越発国には大術者というものがいて、従前が省略に来た時には、術人が臨雨強風を雪及び行に渡積を引き起こし、従前の投資表亡者を12から13人出させたことがあるという。AB 松田敏夫、古代天山歴史地理学研究中国、社会科学院の甘利泰山は、史研究において、北、郷土の一部族に過ぎないとしている。ありがとうございます。